相談、無職女性が IT エンジニアになるために必要な業界知識は現在無職で就活をしております興味本位で Web 開発が身につく職業訓練施設見学に参加し IT 業界に興味を持ちました女性ですが将来活躍できる場があるのか知りたく検索をし山ロウさんの HP にたどり着きましたはじめは Web クリエイターに興味を持っていたのですが今日の見学会でシステム開発の世界に惹かれてしまい心が揺れています ウェブクリエイターとシステム開発の仕事の違い、面白いところ、大変なところ、また女性として、将来的に社員として復帰しやすいまたは再度就職しやすい仕事としてシステム開発の仕事はどうのなのか、知りたいです。IT 業界全くの未経験なのでこれから研究していきたいと思いますが、他にどのような仕事があるのかも知りたいです。よろしくお願いいたします。読者の方から相談メールをいただきました。同じような悩みを持っている方向けに回答内容を一部紹介します。ウェブクリエイターとシステム開発の仕事の違い、面白いところ、大変なところ、 大まかに言うと、Web クリエイターデザイン、見た目を作る。システム開発イコールプログラムロジックを作るとなります。ビジュアルなものを作る面白さと、ロジカルなものを作る面白さがあります。システム開発は女性として、将来的に復帰、再就職しやすいですかこれは会社によります。ただ手に職がつく仕事なので、再就職はしやすい方なんじゃないかと思います。とはいえ、会社によっては長時間労働のところも多いので、その辺との兼ね合いですね。 IT 業界にどのような仕事があるのかも知りたいです。大まかに分けて、エンジニア系、アプリケーション開発、インフラ構築、デザイナー系、グラフィックデザイン、UI デザインなど、マネージャー系、PM、プロデューサー、ディレクターなど、の職種があります。業種として、業務システム、ウェブサービス、スマホアプリゲーム、コンシューマーゲーム、IoT、組み込み系、ビッグデータ、人工知能系、等があります。これらのキーワードで調べてみるといいと思います。